サッカーの2026年ワールドカップ W 杯アジア2次予選の日本シリア戦21日実ったサウジアラビアのテレビ放送やインターネット配信が20日午後5時時点で未定となっている背景には放送権量の高騰がある熱戦を写真で W 杯アジア2次予選日本ミャンマー戦16日のアジア2次予選の初戦ミャンマー戦後 日本サッカー協会の田島構造会長は、最後の最後まで粘って交渉していくが、お金の釣り上げに乗っていくつもりは全くない。代理店が、儲けようとしているから、こういうことになる。放映権には適切な相場があるはず、と批判した。日本協会によると、21日の試合はホームとなるシリアのサッカー協会から放送権を購入した代理店と日本のテレビ局の間で、 日本国内での中継について交渉してきた。だが、日本時間で午後11時45分開始と深夜帯で高視聴率は期待できず、代理店の提示額と日本側の希望額に開きがあるという。日本代表の森保一監督はミャンマー戦後の記者会見で、放送や配信が決まらない現状を、非常に残念だが、これも現実でしかない。 テレビ放映がなくても選手が頑張っている姿を想像し、応援していただければ、と語っていた。前回22年 W 杯カタール大会出場を決めた同3月のシドニーでのオーストラリア戦も、日本ではテレビ放送されず、有料の映像配信サービスダズン、ダゾーン、が配信した。海外では国民の関心が高い試合は、公共財として無料放送を義務付ける国もある。 裕二。